勢い止まらぬリーグ4連勝。昨日行われたホーム突戦をプレイバック。何回見ても気持ちいい。ルヴァンカップグループステージ神戸戦、圧巻のゴールラッシュをもう一度。広島ユースに新星現る。期待膨らむ規格外の高校生フォワードに注目。そして今日のスペシャルゲストは森崎アンバサダーと同期の駒野雄一コーチ。サンフレの戦いをどう見ているのか。キックオフ広島。明治安田生命 J1 リーグ第7節、5対0と快勝したルヴァンカップの神戸戦から中3日でしたが、スタメンは変わらず、高卒ルーキーの越道はリーグ戦初スタメンとなりました。前半32分、越道が相手コーナーキックからのクリアボールをトラップし、ドリブルスタート。どんどん前線に運んでクロスを送るとベンカリファが落として、最後は満田。越道の積極的な姿勢からチャンスを作り出します。後半13分、前節の鹿島戦で2ゴールを挙げたドウグラス・ビエイラがピッチへ。すると30分、前線からプレスをかけ続け、ボールを奪うと東からのパスを受けたビエイラ。いや、非常に、ね、こう前からのプレスでしっかりと相手からボールを奪って、この東選手 この落ち着き払ったフルパス、はい、非常に見事でしたね。そうですね、はい、シュートっていう、ね、選択肢もあったと思うんですよね。そうですね、まあ、時間帯もそうですし、0-0 の展開の中で、まあ、シュートを、ね、打ちたくなる場面だったと思うんですけど、そこをしっかりと、ね、一瞬の判断で、まあ、パスに変えて、まあ、ドグラス選手も、ね、見事なゴールを決めてくれました。いや、貴重な先制ゴールとなりました。ビエイラの2試合連続の決勝ゴールでチームはリーグ戦4連勝、順位も3位浮上です。上から見てたんで、下でやってるっていうのが すごいですね。かっこよかったんじゃないですかね。サポーター、ファンの方たちを楽しませるプレーをしたいと思ってます。こんばんは、キックオフ広島です。いや、小池さん、昨日のゲームなんですが、はい、見事に勝ち切りましたね。いや、非常に、ね、難しいゲームだったと思うんですけど、はい、まあ、しっかりトスに勝って、本当に勢いついてきましたね。そうですね、はい、さあ、本日もですね、スタジオにスペシャルゲストをお迎えしております。サンフレッチェ広島普及部コーチの駒野雄一さんです。よろしくお願いします。お願いします。北ニューからの、ね、キックオフ広島ということになりますけれども、はい、いかがですか、キックオフ広島、今から始まります。コージが MC を務めている番組に自分がゲストで出るって不思議な感じです。今まであんまりないですか、そういうシーン。いや、ま、ないですよ、ね、MC をしてるんですよ。いや、そうです、もうご立派になられましたけどね。出会った頃から考えられないです。あ、そうなんですね、はい。まあ、今映像流れてますけれども、お二人はサンフレッチェユースの同級生ということになりますが、コージさん、いかがですか。いや、そうですね、今駒が言ってくれましたけど、はい、本当にまあ、ユースから、ね、一緒に入団して、うん、まあ、ずっと同じクラスだったんですよ。お、そうなんですね、はい、だからいつもこう、はい、一緒に、はい、いる時間というのは長かったので、はいはい、本当に今日は楽しみです。そうですね、はい、今日は仲良く進めていきたいと思います。さあ、ここからはですね、昨日のゲームを振り返っていきたいと思いますが、昨日のゲーム、小池さん、いかがだったでしょうか。いや、本当に、まあ、サガン鳥栖、非常に難しい相手だったんですけど、はい、まあ、よくね、まあ、1-0 で勝ち切ったなと、はい、本当にそういうゲームになりましたね。駒野さんはご覧になってて、昨日のゲームどう見ましたか。ちょっとところどころやっぱり連戦の疲れでミスが多かったですけど、はい、やはり広島のハイプレスからのショートカウンターで得点が取れたということは、はい、チームの流れがいいのかなと思いました。そうですね、最後の最後で勝ち切ったというところが非常に大きな勝利でした。さあ、昨日の鳥栖戦も大きな勝利となりましたけれども、水曜日に行われたルヴァンカップの神戸戦もぶち熱なゴールラッシュでした。J リーグ YBC ルヴァンカップ第2節のホーム名古屋戦を逆転負けで落としたサンフレッチェは
リーグ戦から中3日のスケジュールでしたが、メンバー10人が変わらず、注目は高卒ルーキーでプロ初スタメンの越道と久しぶりにシャドー起用となった満田。1点を先制し迎えた後半8分、森島からの浮き球を収めた満田が右足一閃、豪快なミドルシュートを突き刺し追加点を奪います。さらにその7分後、越道のクロスに河村。越道が嬉しいプロ初アシストを記録。まだまだ止まらないサンフレッチェ、24分には満田がこの試合2ゴール目を決め4対0に。さらに大卒ルーキー山崎のプロ入り初ゴールを生まれ5点目。大量得点で快勝のサンフレッチェ、ルヴァンカップ連覇に向け大きな勝利となりました。ゴールに近いポジションで、まあ、長い時間プレーできたんで、まあ、ゴールに関わるチャンスっていうのは、まあ、今までの試合よりは多かったのかなと思います。もっと他で点が取れたりアシストできた場面っていうのはあったんで、そこは修正していかなければいけないなっていうのは思います。小井さん、満田選手がシャドー起用で2ゴールということになりましたが、はい、このゴールはどう見られましたか？まあ、やっぱり彼 の、 非常に、ね、シュート能力の、まあ、技術が高いなって思いましたし、はい、まあ、特にこの1点目、うん、ミドルシュート本当に圧巻でしたね。見事でしたね。本当こうコースも素晴らしいですし、はい、まあ、シュートの、ね、球も非常にこうブレていたので、うん、やはり彼は、まあ、シャドーのポジションが似合うなと。そうですね、改めて思いました。結果をしっかりと見せました。そして駒野さんね、ルーキー2選手活躍しましたけれども、駒野さんはご自身の若い頃っていうのは覚えてますか？覚えてますね。あ、覚えてますか。はい、はっきりと。実はですね、こんな映像もあるんですね。駒野さんのこれプロ入り初ゴールということなんですが、これ覚えてらっしゃいますか？覚えてますね。あ、そうなんですね、はい、その時代はまだ V ゴールだったので、はいはい、その V ゴールのゴールを決めたのが初ゴールです。やっぱり初というのは何でも嬉しいものですか？嬉しいですね、はい。さあ、ここからは広島のアマチュアサッカーを取り上げる広島シュートのコーナーです。今ユースの選手たちがウォーミングアップを行っています。隣のユースの選手と話をしているんですが、かなり大きいですよね。その大きな体は遠くからでも目立ってます。大きすぎますね。え、高校2年生で身長はなんと2メートル。まさに規格外のスター候補。彼の名はコフィ翔太選手。自分のサッカー選手としての特徴って、まあ、まずは見た目で分かるんですけど、大きいところなんですけど、まあ、その身長に頼るんじゃなくて、やっぱ小さい頃から技術とかもつけてきたので、足元の柔らかさだったり、フォワードやってるんでゴール前での落ち着きとか、そういうところが自分の特徴かなって思ってます。ナイジェリア人の父と日本人の母を持つコフィ選手は JFA アカデミー福島から去年広島ユースに入団。まずは、まあ、見たとおり分かるんですけど、まあ、田舎なんですけど、まあ、この田舎が僕は好きで、プロサッカー選手になるってことを考えたときに、まあ、誘惑とかあまりないここに来てサッカーに取り組んだ方が絶対自分のためになるのかなって思ったので、ここに決めました。去年 U16 日本代表としてアジアカップ予選を戦ったほか、今年の開幕前にトルコと宮崎で行われたトップチームのキャンプに参加し、海外クラブとのトレーニングマッチにも出場。ハイレベルのプレーを肌で感じた感想は、まあ、いつもユースでやっているよりかはやっぱりとてもレベルが高くて、自分にプラスになることばかりしかなかったので、トルコキャンプと宮崎キャンプ2つ行けたことは、これからのサッカー人生においてとてもいい経験になったのかなって思ってます。具体的にここがすごいな、自分と全然違うなって思ったのってどのあたりですか？プレースピードがやっぱり速いんですけど、その速い中でも技術が落ちないっていうか、そういうところが僕と全然違って、やっぱすごいなって改めて思いました。まだまだ伸びしろ十分のコフィ選手に対してユースの野田監督は、あれだけの身長は本当に武器になると思うので、あとはその身長をどうやって自分で生かしていくか、そこがうまくできるようになったらもう代表にも呼ばれると思うので、
頑張らせたいですね。クラブ全体が期待してると思うんで、僕に対する責任はちょっとプレッシャーですけどちゃんと育ててあげないといけないなと思います。今後の成長が楽しみなコーフィー選手の夢は、まずは早い段階でトップ昇格をして、でしっかりとサンフレッチェ広島で結果を残してから海外に出て、でその海外で活躍して日本代表で日の丸を背負ってプレーしていきたいなと思ってます。今回はここまで。次週は数々の名選手を輩出する三ツ矢寮に潜入。コフィ選手、それ大丈夫？さあ番組最後は小石さんの一押しプレーを紹介するこのコーナー、小石さんお願いします。はい、今日のぶち押し。はい、今日はですね、星道選手に注目です、うん、あの J1 リーグで初スタメンを飾ったんですけど、はい、非常に、ね、落ち着いたプレーで、チームに貢献してくれました、うん、まあ、彼の持ち味は、ね、まあ、スピードもありますし、まあ、推進力、まあ、そこを、ね、しっかりと出し切ってくれたので、うん、まあ、やはりこう彼が計算できる選手になれば、先ほど、ね、紹介した、はい、あの三田選手の、うん、シャドウのポジションが、ね、定まるかなというふうに思います。そうですね、今後の注目です。はい、小村さん、今日お越しいただきました、まあ、チーム連勝中ですが、はい、今後に向けて一言お願いします。やっぱりプレースタイルを変えずにしっかりとサンフレッチェ広島のサッカーをすれば、これからもどんどん連勝していくので頑張ってほしいと思います。はい、キックオフ広島、また来週です。